どうも、翔平です。またアランウェイク続きやっていきたいと思います。自分の部屋に戻るという、前回は長くなってすいません。おじいちゃんたちのお話を聞いてたら随分長引かされちゃいました。もうあんな無視してよかったのかもしれないですけれども、一応ね。いつものことじゃん。はい、まあね。何がいつものこと？後でこっちもお願いできる？あの人たちきっとまた嵐で興奮しちゃう。あの人たち、おじいちゃんたち。ウェイクを見てるよう言われてるんだが、いつでも呼んでくれ。ウェイクいますよ、ここに。ありがとう。じゃあ、おい、ウェイク、先生のおっしゃる通り書いてみたらどうだ。タイプライターは部屋にある。この人だけなんか、そこの階段から部屋に戻れるぞ。おい、ウェイクって言って、なんかその護衛役みたいな感じ。何かがおかしい。自分じゃないようだ。また始まったよ。頭の中に闇がすくい、書くこと以外何も考えられない。なるほど。キャビンに閉じこもって何日が過ぎたのだろう。なんか見てるよ、自分で。俺の編集者、彼女はあれは人間じゃない。俺の編集者、顔をかぶった闇の存在だ。あの人編集者じゃないでしょ。心臓があるべき場所にぽっかり穴が開いている。後ろに誰かいない？俺は間違っていた。これじゃアリスを救えない。俺は利用され、都合のいい物語を書かされ、それが現実になってしまうのだ。あの人が操ってるってことね。自分の部屋に戻る。こっちか。じゃあ戻りますか、仕方あるまい。戻ったよ。ページの白さに目がいたんだ、うん、手が震え。小説の書き出しみたいな感じですね。あのピコピコハンマーで遊んでるんでしょうね。バーチ、手を貸して。おい、ウェイク、ちょっと下を見てくるから、そのまま書いてろよ。いいな。この人だけなんか偉そうですね、すごい。用心棒的な存在ですね。何の騒ぎかわからなかったが、ここから抜け出すのは今しかない。今しかなかった。ちょっとアイテムとかないの？なんかまた病状が悪化してくるというね。また原稿だ。原稿見ます。バリーロッジにて。ハートマンは自慢のロッジを案内しながら喋り。はい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 。さっきずっと喋ってましたね。のコレクションは確かに見事だ。うん。バリーの忍耐にも限度があった。バリー。彼はハートマンの言葉を遮り尋ねた。で、アランはどこだい？アランはどこだい？ハートマンは明らかに感情が。バリーが尋ねに来たんですね。そのスタッフにうなずいて見せた。男はにこやかに。屈強のスタッフというのはさっきのおじさんですね。がっちりと掴んだ。はあ。じゃあバリーが来るんですね、これから。違うぜ。で、もう別に向かってまっしぐらだ。あのピコピコハンマー持ってるおじいちゃんが可愛らしくていいですね。俺の嵐が誰にも。カイカの騒動を調べる。シンクレアは重傷だ。あら、トールの一撃は容赦なかったようだ。ああ、ハートマンの部下なら自業自得だろう。オフィス棟の鍵はシンクレアが持っていた。シンクレア、あ、この人か。あ、ハンマーをって叩いたってのは。ハートマンのオフィスへ行かなくて。はい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 。これまでに書いた原稿を取り戻さなくてはならなかった。あれ、さっきの屈強のガードマンは？ハートマンのオフィスへ向かう。あ、なるほどね。あの人たちのこと言ってたんだね。なるほどね。シンクレアってのは看護婦さんのことだったのね。看護師って言ってたもんね、それはね。調べる。壁の写真が目に留まった。ロッジの前でクリニックのスタッフが整列。整列してなくない？ハートマンの隣に奴がいた。例の誘拐犯だ。あ、例の誘拐犯。やはりすべてハートマンの策略。ああ、なるほど。なんかおかしいよね、でも写真って言っても。こんな写真飾らないよ、普通。頭の中でなんか。え？あれ、バリーじゃん。言っとくがな、俺を誰だと思ってやがる。バリーか。え、やっと来たか。バリー、無事で。バリー捕まってたんだ。ハートマンのオフィスへ行くんだ。隣の部屋だぜ。え、大丈夫か。いや、大丈夫じゃないさ。ローズのトレーラーで保護されたんだが。大して追及はされなかった。俺は明らかに被害者。そうだね、アランメイクってそれに扱わなきゃ。この看板の隣にいるのはなんで。ただあの FBI はしつこかったぜ。はあ、お前は行方不明だし、
あいつはどう考えてもまともじゃないぜ。はいはいはい。で、ハートマンの野郎から電話があって、お前がこのロッジにいるってんで迎えに来てみたら、こんなとこにぶち込まれちまった。どういうこと？軟禁じゃないですか。そのパネルはどうした？パネルパネル。ダイナーからかっぱらってきたんだ。ローズにお仕置きしてやろうと思ってね。かっぱらってきたんだって。ああ、そりゃショックだろうな。さあ行こう。行くぞ。え？ハートマンのオフィスへ向かうって、あ、ここね、こっちから行けってね。鍵を開ける。あ、原稿だ。俺が持っていた原稿とその続きだ。その続き、パクられたんですね。じゃあ、あ、アラン、やめたまえ。また発作が。これ以上嘘を並べたらその顔をぶち抜くぞ。どういうこと？やれやれ、それは勘弁願いたいね。ウェイク、力を合わせようじゃないか。君は何も分かってない。ハートマン、黙れ。バリー、先に行って車を探してくれ。すぐ行く。なあ、アラン、もう行け。ウェイク、聞いてくれ、うん、君は間違ってる。わかるだろう。我々が手を組めば最高の芸術を生み出せる。君の才能と私の。どういうこと？え？え？ニヤって言って。闇の攻撃が始まった。こっから脱出しなくては。なるほど。これもまたおかしくなっちゃったね。ハートマン、ウェイクを追跡する。アラン・ウェイクの落下を双眼鏡越しに見ていたハートマンは、うん、ジャックにボートを出させ現場に急行した。水面に浮いた発煙筒が水に濡れてもまだ燃え続けていた。ああ、さっきの湖に落ちた時ですね。消さんばかりにラジオの。やっぱりハートマンが救ったんですね。アンダーソン兄弟が喜びそうな創造しい曲だったが、ハートマンは無視することにした。ついにロッチ、ウェイクをロッチ、ウェイクをロッチ。なるほどね。はい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 。やっぱりそうするとハートマンもちょっと怪しいですね。そうなってくると、うわ、またちょっとライト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 。あ、いた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 。なになになに。あー、なんかいっぱいある。ちょっと俺、ちょっとちょっとちょっと、闇の攻撃が始まったって。鍵を開ける。ちょっと早く早く早く。え？これ連打しないといけないの？攻撃始まってる。早く開けて早く。クリニックを脱出する。閉じられた。閉じられた。どうすどうす。ライトが必要だったって言われても、どこにあるの？開かないで。痛い。ライトなんてないよ。どこにあるの？ちょっとライト。痛い。死ぬ。ライトってどこにあるの？向こう側に行けって言ってるよ。これね。え？どこに行けって言ってんの？え、向こう側に行けって言ってるけど。これ2階か、これ。2階に行くのか。ぜいぜいはぁはぁ言って、もう全く走れないんですけど。ホールの2階にジェネレーターとライトがあった。なるほど。やばいやばいやばい。もうドクドクハーハー、ドクドクハーハー。ちょっとライト、ジェネレーター、ジェネレーター起動する。はい。なんかちっちゃくなったよ、やけに A が、 A の押す場所が。ああ、ほんとかい。 OKOKOK。 L で見る。 OKOK。 はいはいはい。これでなんとかなってる。ちょっとあれが消えるまで待ちましょう。大丈夫なのかな。ライトが必要だったって言ってるけど。え、なんかいない？あそこに。いろいろ揺れてない？どうすんのこれ。いいの？ほっといて。え、クリニックを脱出するって言われても。何、ライトを使えってことこれ。多分そうだよね。
え、でもライト動かせないよこれ。え、起動するってどういうこと？あ、また ?1、2、A の押す場所が小さい。見る早くこれ何回もやんなきゃいけないのね。はい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 、これでライトがやってくれてる。とりあえずもういいのかなこれ。また何回やらされんだよ、何回やらせんの。あ、やってしまった。遅くなったね今度。3回目のタイミングだけ気をつければ OK。 早くもういいんじゃないの、もういいんじゃないでしょうか。もういいよね、多分大丈夫だと思う。だいぶ消えたもん。よし、まだまだ全然あんじゃん、まだ全然大丈夫じゃねえよもう俺行く行く、じゃあねバイバイ。なになになに、またですか、もうちょ、何ですかここは。もうとりあえず入ってみたけど、発煙筒を取る、発煙筒を取る。ちょっと何何何、どこ行くのどこ行くのこれ、これ何これ、発煙筒ってこれでいいの。早く早くなんとかなりませんかね。オッケーオッケー、消えた、よし。ふう、それで次は原稿、ちょっと原稿読んでる暇ないからまた後で使う。テレビっ子だって実績なんだこれ、なんか CM？ 車の宣伝？もうなんか窓ガラスもやばい状態、外が全く見えない。桜屋って書いてあった今、桜屋って書いてあった今あ、痛い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 、ちょっと一回逃げる、こっち側に。どうなってるんですか一体。いけない、クリニックを脱出する。あー、またですか、もうちょっとご勘弁を。こっち側入れない、どうすんのどうすんのこれ。何が起こんの、何が起こってんの、どうすればいいのどうすればいいの。ちょっとよく見えないんだけど、あれをどうしろっていうの。おお、荒ぶってるよ。あれをどうにかしろってこと？ちょっと待って待って待って。ちょっと待って待って待って、転がってきた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 。さあ逃げる、さあ逃げる、俺逃げる。あいったー！ケツ音つかれた。ちょっとこっちじゃないみたい、こっちじゃないみたい。ちょっと痛い痛い痛い、もうドクドク、あいー、もう痛い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 。痛い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 、ドクドクいってる、ドクドクいってる。オッケーオッケーオッケー、よしよしよし、回復してる回復してる。めっちゃダメージでかいねこれ。バリーいった、ちょっともうケツ音疲れてもえらいことになってます。ケツ音疲れてえらいことになってます。もうひんしひんし、あっちの迷路を抜けてこい、あっちの迷路を抜けてこい。バリー、ライトがないんだ。ほら持ってけだって。ありがとうありがとう、ありがとう、助かった。おお、すげえ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 、あーやばいやばいやばい、あば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 あああああああ、ちょ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 、ほらー消えろー。よし、ここ消えた。なんかまだ切る、後ろからまだあんのかな。あ、向こう側にもあるんじゃない、あれドキドキ言ってんの。ちょっと危ない、オッケー、タイミングよく、やっぱ氷を上げないとダメですね、拉致が開かないみたい。よし、オッケーオッケーオッケー。でこのゲート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 、あれちょっとこのポールの影に隠れながらオッケー、消えた。あれこれ通れんのかな。よし、通れた通った。あー回復して、発煙筒とリチウムバッテリーと中弾の弾とかないのね。オッケーオッケー、また世界に逆戻りですね。ロッチの庭を抜ける、
いやなんか出てきそう。なんで迷路なんて作んの？何原稿これ？奴らが来やがったぞの意味がわからないんだけど、誰ですか奴らって？もう逃げろってことですね、これは。さっさと。あー、ちょっと横も怖いんだけど俺。痛い、横にもいた。痛い、あっ、危ない。こっちにもいんのかな、いない、いない。よし、びっくりした。来た。よし。後ろは大丈夫。ここで戦うの怖いって。バッテリーを取るだって。よし。ふう。怖いなぁ。行き止まりだって。もうめんどくせぇ。めんどくせぇ。よし。怖い。ドントトラストエミル。エミルって誰だっけ？エミルってさっき出てきたよね。なんか小説の原稿に。読んでない原稿があったよね、確か。よし。ふう、ハートマンの野望。自分が創作家ではないことをハートマンは承知していた、うん、ここで見てきたアーティストたちの苦悩にへきえきしていたのだ。うん、ハートマンは彼らの想像力をコントロールし、正しいディレクションを与えることで十分満足していた。なるほど、普通のお医者さんですね。つまりはプロデューサーだ。あ、なるほど。どの道彼らのほとんどがそれを必要としている。無論適切な被験体は極めて稀だったが。はあ、ハートマンはプロデューサーになりたがってたってことね。俺は辺りに散乱するバイキング風の装飾品と、その中央に鎮座する意外なものに目を奪われた、うん、それは豪華な PA システムを完備したフルサイズの野外ステージ。 PA システムってなんだろうね。人里離れた農場にこんな代物を作り上げた神経を疑ったが、爆音とともに花火が上がり、大音量で曲が流れ出すと、それは奇妙に絵になる光景だった。ステージ、野外ステージがあって音が鳴ったってことですね。これ何？リボルバーの弾薬、弾。オッケー。いやー出てくるなこれ多分。え？音する。ちょっと怖い。一回引こう。なんだお前は。これ後ろから来たら私泣きますよちょっと。行き止まりだって怖いよ。よし行き止まり。ちょっと待って。よし。あれまだ取れてないみたい。こいつ硬いやつだ。バッテリーリセット。硬いやつ。よいしょ。あら。めっちゃ硬えなこいつ。よし、一人やった。バッテリーをリセット。よいしょ。危なかった。発煙筒がなくなっちゃったよ。もうこっちかな。みんなで長く見ないテレビをつけてる。文句言うと消してしまうからな。またボス。結果はダメだぞって言ってハートマンが今度出てくるのかな。なんかそんな気がするぞ。リボルバーの弾薬、発煙筒欲しいな。発煙筒なんかカサカサ音するんだけど。穏やかな一日を過ごせるんだぞ。これはハートマンと戦うんでしょうね多分。あれハートマン？ハートマンじゃないや、あのガードマンだ。こいつだけっていう話じゃない。鳥も来るんだ多分。やめてよ、めんどくさい。これ取っとけよかった。よいしょ、ちょっと闇の力。よいしょ、逃げる。いったー、本当にめっちゃ強いんだけど。
ちょっと、よいしょ、開ける。よいしょー、すいません。やらせてください。もう一回。とりあえず、めんどくさい敵がいっぱいいるんで、ちょっと待ってね。ボス戦の前になんかあると思うんだよね。ちょっと一応調べておきますね。私どっから来たんだっけ。もうすぐ迷子になっちゃうけどね。特に調べるアイテムはもうないのかな。なんかあっていいと思うんだけど、こっち側になんかあんのかな。あった、あ、原稿か。ハートマン停電しそうな。さっきの話ですね。セラピーが重要な段階にある今、ウェイクのそばを離れるのは不本意だったが、これはただの嵐ではない。ウェイクの原稿が固定に潜むものを呼び覚ましたんだ。あ、なるほど。そしてそれはやっぱりハートマン知ってたわけだ。ハートマンにとっては想定内だった。想定内だった。ボケた兄弟がウェイクの気をそらしてくれている間に、施設内の備えを再確認しておかなくては。だからあれよね。あ、なるほど。だから明かりを整えようとして停電をに準備してたわけね。結局ダメだったってことですよね。よし、じゃあ第2回戦行ってみよう。まあいったな。でもちょっとね、発煙筒取っときゃよかったな。発煙筒、さあやっていこう。あそこにアイテムあるんだけど、アイテム取りに行けないんですよね。こいつ結構早く動くんで。ロッジを抜けるって、この、痛い、地味に食らうわ。うらすぐ回、よしよし、避ける。やめて、避けたのかこれ。危な。よしよしよし。ここになんか絶対いいものあるはず。リボルバーの弾、バッテリー、フレアガンを取ってくれ、頼む。よしよいしょ。あ、そんなバカな。危ない。よし、バッテリーリセット。ふう、よいしょー、避けてねー、全然避けられてねー、くらえ。よし、ちょっとやめて、もうやめてください、助けてください。よし、痛い、あんたらちょっと強すぎ、ちょ、痛い、もうこの人たち倒せない。あー、マジで言ってんの、ちょっとマジかい、ボスじゃなかったの、倒したよ俺ボス。ちょっとめんどくせえ、これどうすんだよこれ。よし、これで後ろからも来たら私泣きます。バッテリー切れた。よし、痛い、もうちょっとよっけ、もうあんたらもう無視。痛い、どうやってよければいいのこれ。ちょっと回復、ちょっと壁沿い走って、ちょっと敵はもうマジ勘弁。あそこにある。オッケー、ちょっと早く走ってくれよ、頼むから。こんなとこで回復。ああ、来いよ。オッケー、アホで助かった。やつら消えたようだ、恐怖は。よし、ショットガンを取る。原稿ね。ああ、よかった、テイク2なんとかすんだ。モットの思惑。ウェイクが自分より利口であることはモットにも分かっていた。奴には金も名誉。なるほど。ハートマンにとっても重要人物だ。だが今ここで主導権を握っているのはモットだ。モットっていうの誰？泣いてひれ伏すかと思いきや、どうやらこいつは戦う気らしい。うまくおびき出せたのはいいが、もし奴の女房の行方など知らないことがバレたら、モットは身震いした。あ、じゃあモットがさっきのあの帽子かぶった誘拐犯なんですね。分かった、誘拐犯の下で働く人だと思ったら、誘拐犯の名前がモットなんですね。了解。じゃあボスっていうのはそのおばちゃんに操られてたってことなんだろうね。
結局奥さんの行方を知ってると思って闇の世界の手下として使われてたけど、いった、お前らまだいるんじゃないのこれ。あそこにもいる一人。音が聞こえるよ。ちょっとマジかよ、一難去って、また一難すぎだろ。ちょっとよいしょ、すごい顔してるよ。高度な高度なこんな一般人かばせないだろ普通。よいしょよいしょ、さっさーっとさっさーっとあーちょっと怖い怖い怖い。よいしょよいしょ、オッケー、あぶな。ふう、回復してった方がいいのかな。ちょっとあと一発しかないからな。さあどこだ、アイテムはないみたいだ。よし、戦いの最中になっちゃうとこの走るボタンがみんなダッチローリーになってしまって発煙筒だ。よし、走れないんですよね。だからいつも焦って、おーい、オッケー、危ない危ない。またこれか。よし、とりあえず消していこう、ちゃんと。よし、消えた。ふぅ、またもうやめようよ、鳥は。鳥めんどくさくて嫌ですね。よし、バリー闇の存在に襲撃される。もうあれだけの転落にもかかわらず無事だったことをバリーは単純に喜んでいた。転落にもかかわらず、ああ。一人で一晩森で過ごすくらいなんともない。なるほど、アランが何とかして降りてきてくれるのをここで待とうと。だがその時背後で重い足音がした。振り向いた彼の目に映ったのは茂みから飛び出してきた人間の形をした闇と振りかざされた斧だった、次の瞬間絶叫するバリーの目前で世界が弾け飛んだ。世界が弾け飛んだ、どういうこと。バリーが殺されちゃうっていう。お、なんだ、エミルメイドトムデュイット。このメイクは、刺激同士ですね。ってことはエミルっていう人がトムにさせたんだというふうに書いてありますけど、ちゅうことでですよ、リチウムバッテリー、リボルバー、エミルっていう人も重要人物なんですね、この世界では。ここらは水か、あそこにも光がある。おお、木が揺れてるよ、すごい。あの黄色いマークがあるってことは、あ、あ、あ、なんか書いてある。また出てきた。もうちょっとやめてよ、もうやめろやめろ。よし、いった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 、ちょっと出てきすぎ出てきすぎ出てきすぎ。あー、ツエントーあー、ツエント。よしよし、どこ行った、あともう一匹いたいたいた、詰まってる詰まってる。あっべーな、すごいよ、発煙筒あって助かった。はあ、どこかな、箱があるみたいだよ、こっち。あれ、ちょっと待って待って、どっちにあるって言ってる、これ見えないんだけど、右ってことだよね。じゃあ右に進んでみよう。あー、あそこにあった。オッケー、発煙筒、フレアガン、フレアガンか。発煙筒の方が便利なんだけどな、すぐ使えるという点で。よし、いやー、また鳥に狙われるんだろうねこれ。ちゅうことでですよ、ちょっと霧が悪いですけど、一回ここで切りたいと思います。あ、あの光のとこまで行こうか、頑張って。また出てくんのかな、出てくんのかな。お、だいぶ行けた。よし、チェックポイントでしょこれ。オッケーオッケー、くるくる回ってるってことはチェックポイントですね。でこれちょっと拾って終わりにしたいと思います。リボルバーの弾薬を取る、ショットガンを取る、武器をリロード、オッケー。で、コーヒーポット。ふぅ。ということで、今回はこの辺りで失礼いたします。また次の動画でお会いしましょう。失礼します。